ボリンガー軍。ボリンガー軍はアメリカ合衆国ミズーリ州にある軍である。2000年現在の国勢調査では人口12,029人で軍庁所在地はマーブルヒルである。ボリンガー軍の名前はカトリック教徒以外で開拓移民になったジョージ・フレデリック・ボリンガーにちなんで名付けられた。フレデリックは1799年の秋に 開拓移民として住んでいたノースカロライナ州を出発し、ミズーリ州の都市ケープジラードに到着した。その後、ノースカロライナ州からミズーリ州に移住するよう、彼の仲間であった20家族を説得し、同じく移住させた。自分たちの土地を手に入れるため、ボリンガーは自分と仲間の移民が全てカトリック教徒であるという文書に署名しなければならなかった。ところが、 全員はドイツのプロテスタント教会、福音的改革教会の信者であり、誰もカトリック教徒ではなかった。しかし、スペイン人のルイ・ロリマーは、ボリンガーの意欲ある移住に感動し、彼と家族に対する規則を緩めた。ボリンガーの仲間には、彼の兄弟ジョン・ラニエル、マティアス・ボリンガーと、二人のオイマン・ヘンリー・ボリンガー、ウィリアム・ボリンガーがいた。さらに、 彼の友人であったダニエル・グロント、コンラット・スタドラー、ジョセフ・ネイウェンジャー、ピーター・シーター、ジェイコブ・セトナー、ジョン・アイザック・ミラー、フレデリック・リンバーグ、レナード・ウェルカー、フレデリック・スリンカードなどがおり、彼らは1700年代初期にドイツから親族と共に移住し、彼らの先祖は1700年代後半までにシェナンド渓谷を南下して、ノースカロライナ州に家を構えた。 ケープジラードにドイツ移民であるボインガーたちを移住させたいというロリマーの意欲は同じ地域にアメリカ州のアメリカ先住民の小人族がいたことで幾分面倒なことになった。ロリマーには小人族との深い関係があり、彼のオハイオ軍出身の妻、シャーロット・ブーゲンビルはフランス人と小人族のハーフであった。彼はイギリス人を支持し、アメリカ東部で居住していた。 先住民、レナペの襲撃を導いた。しかし、彼の吸収は、アメリカの軍人であったジョージ・ロジャース・クラークによる、インディアンとの力沙汰につながり、ロリマーは、スペイン領へ逃げ延びた。ボリンガーたちが、ノースカロライナ州にいた頃、ロリマーの支援により、小人族は1793年に、ケープジラードの西に土地を与えられた。しかしその頃には、 その地域の先住民はもはやいなかった。原因としては、ヨーロッパから持ち込まれた伝染病、例えば、ミシシッピ川を遡って入ってきたハシカや、天然痘に対する免疫がなかったことが挙げられる。その後は、ロリマーによる保護にもかかわらず、小児族は、ケープジラード市民に疑念で見られた。この疑念は、ヨーロッパの移民を増やすというロリマーがした決定に影響したと思われる。 ボインガー率いる家族たちは1800年の1月に移住した。彼らは凍ったミシシッピ川等を渡って移動したが、1803年にルイジアナバイ州が起こった。この出来事は小児族にとって良い前兆ではなかった。アメリカ政府は1825年に小児族と条約を制定し、彼らはカンザス州のカンザス小児ミッションへ移動させられた。その後、 ボリンガー軍は1851年に軍として組織され、フレデリック・ボリンガーにちなんで名付けられた。なお、ボリンガー軍の西に位置するマディソン軍には、同じく彼の名を取って、ボリンガータウンという都市がある。アメリカが州国統計局によると、この軍は総面積1 6 0 9トルである。このうち1 6 0 8トルが陸地で、1トルが水地域である。 総面積の0.07%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口12,029人、4,576世帯及び3,464家族が暮らしている。人口密度は 7km である。3km の平均的な密度に5,522件の住居が立っている。 この軍の人種的構成は白人97.79%アフリカン・アメリカン0.21%先住民0.72%アジア系0.22%その他の人種0.13%および根結0.93%である人口の0.57%がヒスパニックまたはラテン系である4576世帯のうち 34.30%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、63.80%は夫婦で生活している。8.240%は未婚の女性が接待種であり、24.30%は家族以外の住人と同居している。21.60%は独身の居住者が住んでおり、10.50%は65歳以上で独居である。 一世帯の平均人数は2.59人であり、家庭の場合は3.00人である。この群内の住民は26.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.80%、25歳以上44歳以下が26.80%、45歳以上64歳以下が24.50%、 および65歳以上が14.80%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は97.90人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は95.80人いる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は3万462ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は3万5741ベードルである。男性は2万6078ベードルに対して、女性は1万7588ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は1万3641ベードルである。 人口の13.80%及び家族の10.90%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の15.40%及び65歳以上の17.40%は貧困線以下の生活を送っている。都市、村、町、未編入領域、消滅した町、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。